Thank you.
あんた、やるね。よくここが分かったじゃないか。懲役千年が2000年になったところで、私には関係ないさ。勇ましいね。それでこそパリ歌劇団の隊員にふさわしいよ。担当直入に言うよ。ロベリア、あんたパリ歌劇団にお入り。パリ歌劇団？パリの平和を守る秘密部隊。警察も軍も関係ない超法規的な部隊だよ。パリ歌劇団にいる間はあんたの自由を保証してあげるよ。何度も言うが飲んだ。自由なんて簡単に手に入る。あんたにもらうつもりはない。簡単に手に入るか。今のあんたが自分自身で手に入れられるものは何もないよ。あたしが欲しけりゃもっと別なものをよこしな。どこまで本気か見せてみなよ。何年ぐらい減らしてくれるんだ。そうだね、手柄一つにつき懲役を10年減らしてやるよ。どうだ、悪かないだろ。話がうますぎる。何か裏がありそうだな。本当のことを言いな。あんたにしてもらうのは命がけの仕事だ。当然だが死ぬ可能性もある。ほう、それで。私は平和を守れなんて言わないよ。ただ自分のためだけに働けばいい。自分のためね。決めるのはあんただよ。さあどうするんだい。ロベリアさんなら大丈夫です。心の汚い人があんな綺麗なダンスできるはずがありません。所詮は悪党だ。改心したようには見えん。どうだい、私のダンスは魅力的だったろう。ロベリアさん最高でした。ファンになっちゃいました。
お前は。ベーダ、泥棒なんてあっち行け。確かに筋はいいが、品位はない。下品だ。子供たちには聞いてないよ。あんたに聞いてんだ。どうなんだい？素直だね。好きだよ、そういうストレートなものの言い方。いいよ、今晩あんたの部屋で特別なショーを見せてあげる。嘘に決まってんだろ。私を口説きたかったらもっと金を稼いでからにしな。いやー、大神くん、席は空いてるかな。ロベリアも捕まってパリの街も静かになったよ。いらっしゃい、一名様です。ロベリア、いつ脱獄したんだ。おやおや、警部じゃないか。何を騒いでるんだ。警部、どうだい、新しく入ったうちの踊り子は。かわいいだろ。サフィールと言います。よろしくお願いしますね。サフィールさん、踊り子ですか。見た目はそっくりですが、性格はまるで別人ですな。いやー、それにしても美しい。やだ、あんまり見ないで、恥ずかしいですわ。どうだい警部、悪党ロベリアとは似ても似つかないだろ。あ、そうですな、これは失敬。本館年甲斐もなく惚れてしまいそうですよ。もうやだ、私も警部さんに一目惚れしちゃったかも。ねえ一郎、これって本当にロベリア？もしかして別人なんじゃ。でも気になるな。一郎、確かめてみようよ。ねえ、本当にロベリア？チリはチリキな、邪魔なんだよ。やっぱり本物だよ。ん？どうかされましたか？なんでもありませんわ。ここ数週間、夜な夜な美術館に忍び込んで名画を切り裂く奴がいましてな。私はロベリアが刑務所を抜け出してやっているのかと思っていたんですよ。あのロベリアなら脱獄なんて簡単だろうけどね。犯人とは違うんじゃないか。そう思うよね、オーガン。本人ってサンテ刑務所のかい。何バカってんだ、その舌焼き捨てるよ。
ですな。あの小汚い主戦度なら盗んで売り払うでしょうからな。その通りですわよ。ロベリアは極悪人ですものね。おほほほ。さて、私は仕事に戻るよ。警部はゆっくりとレビューを楽しんでっておくれ。じゃあ、私も行きます。今度は私のレビュー見に来てくださいね。もう行かれるんですか？サフィールさん、次のレビューは必ず見に来ますからね。ムッシュ、美術館の件調べる必要がありそうだね。後で作戦指令室に集合だよ。